にちは。今日は、創成川通りの新幹線の駅が新しくできるところに何やら建設中の土地があるので、そこを見ていきたいと思います。ちょうど今映っているところが何か作っている建設現場になります。札幌北六西市特殊計画オフィスビルが建つみたいですね。新幹線の関係のビルなんですよね。関係ないのかな。ここもともと立体駐車場があったところです。この辺が新幹線の駅ができる予定のところです。建物の解体も始まっております。ここが北六条通り。大谷一丁も取り壊しになります。この辺も大きく変わることになるでしょう。これからも札幌の変わる姿を撮ってきますので、よければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。